愛犬とキャンピングカーです。もうすぐ暑い夏ですね。車中泊での夜エアコンがなければ大変、特に犬連れには大変。今年の夏は、はい、どうもピーパパです。今日もご覧いただいてありがとうございます。3頭のアメリカンコッカースパニエルとキャンピングカーでとにかくうろうろしてます。北は北海道から南は鹿児島までうろうろしてます。で、今日の話題なんですけど、明日から6月の1日ということで、いよいよ、夏がですね、始まってきます。夏始まってきます。眩しい。で、そこでですね、当然この夏のね、車中泊となりますと冷たさね、ウッドコみたいにワンコ凍ってましたら当然のことながら、もう暑かったら寝れませんね。ワンコだけでなくて人間もそうです。あるいはちょっとしたお出かけが全くできません。そこでですね、今までいろんな工夫しました。スポットクーラーもやりましたね。そしてスポットクーラーね、吹き出し口を2つに分けた方がいいですよとか言ってやってみたんですけど、もちろん少しはですね、温度、夏はね効くんですけど、ぶっちゃけほとんど効かないって言ったらあれですけど、効きません、冷えません。で、去年ですね、ウィンドエアコンを買いました。ウィンドエアコンつけてるんですけど、ところがですね、ウィンドエアコン、ご存知のエアコンですから当たり前ですけど、電力結構いるんですね。で、今までのインバーターが1000ワット、バッテリー2つ、動くの10分ぐらいかな。で、すぐペケになりました。で、これなら難しいな。それから外部電力の場合でしたらこれでも OK でしたけどね。それでまあ、いろんなことで勉強してまして、とにかくまあバッテリーも古くなったので、サブバッテリー3つにしました。そしてインバーターも1000から2000に変えました。瞬間ではなんか4000いけるということで、これやってみまして、なおかつ果実ですね、2022年 CCC 関西和歌山オフ会があったところに、高社長さんとこのご子息が電気非常に詳しいということで教えていただいたのが、サブバッテリーからいろんな、まあ、こう線をいろいろつないでたんですけど、これぐらいのね、線だったらダメですということで、これぐらいの大きいのに変えました。これが一つ。それから、ヒューズも100アンペアのついてたんですけど、これもすげえなと思ったんですけど、全然ダメ、200にしてくださいって200アンペアにしました。そうするとですね、この前その先々週ぐらいに神戸でキャンピングフェアありましたので、またそこにちょこっとお邪魔して、その裏側がご存知の IKEA さん、 IKEA があったので IKEA の駐車場止めに行ったんですけど、 IKEA は 2.2 メートルは駐車場行けるんですけど、それ以外はね、外に止めないといけないというところで止めたんですけど、この辺も暑かったんですけど、エアコン動くんかなと思って、まあ、ワンコ3頭乗ってましたから連れて行ったら、なんと IKEA うろうろして帰ってきたら、またエアコンバッチリ動いてましたということでですね、ああなるほどなと、こういうことでこうすれば動くんだなということでですね、よろしかったら皆さんもですね、ご参考にしていただきたいと思います。はい、まずサブバッテリー見てください。見えますでしょうか。見にくいね。ここに、G&U の、バッテリー鉛です。これ鉛がここにね、こことそのソファーの下とあそこで3つ入ってます。3つね。それから先ほど、アドバイスいただいた線がこれです。これぐらいの大きい線でないとねダメだそうです。それからまあヒューズはもう見せませんけど、ヒューズもね200アンペアついてます。そしてもう一つがこちらにありますけど、インバータ。インバータも2000ワット。これ瞬間はね、4000ワットいけるそうです。これをつけてます。で、いつの間にかですね、キャンピングカーの中が、電化製品が多くなりまして、今ご覧いただいてますのが、新しくでもこれ中古なんですけど、いつもねセカンドストリートとかで買うんですけど、買いました電子レンジです。
はい、その隣、コーヒーメーカー、そしてテレビね、それから、このマルチルームにありますのが、まずエアコンです。今動いてます。ただね、マルチルーム、このドアがありますから、本当はこのドアなかったらいいんですけど、そういうわけにいきませんので、サーキュレーターで動かしております。風がこっちを送ってます。それからこれは、これもね、オフなんとかで買いました、氷作る機械、氷、これすぐできます、氷ね、これがつけてます。よいしょ。はい、いうことでですね、インバータとサブバッテリーがあればですね、まあ、こういった電化製品が全部動きますよということで、ただですね、電子レンジ動かすのにね、向こうも一緒に回したらね、ちょっとおかしくなっちゃいますので、別々にやってます。ということで、今年の夏ですね、これでなんとか乗り切りたいと思います。それから最後にね、最後に僕のキャンピング仲間が、中国製のね、エアコン、あれ5万円です。アマゾンで。で、なんかつけるのにね、結構、苦労してはりましたけど、まあ、それでもつけてね、今やってるんですけど、ものすごい冷えるそうです。5万円でね、それできたらいいなと思いますけど、私、ああいうような DIY のね、ところがトントンダメですのでね、まあ、そういうの得意の方やったら、ああいったことでつけれてもいいかなと思います。まあ、とにもかくにもですね、今年も暑くなりそうですし、特にね、夏なかなかね、暑くて出ていくにくいと思いますけど、まあ、ぜひですね、エアコンがあればと誰も思うでしょうし、最初からね、エアコンの体ついてる、キャンピングカーね、ぶっちゃけ高いですしね、ぜひですね、まあ、リーズナブルになんとかね、いけるようなことがあればご参考にしていただきたいと思います。よろしかったら登録お願いします。ありがとうございました。いかがですか。我が家のエアコンシステム、ウィンドエアコンとバッテリー、インバーターだけだとそんなに高くなく夏対策できます。ぜひ参考にしてください。今日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。よろしかったらぜひ登録お願いします。登録やいいねをいただくと、ますますやる気が起こります。今日もありがとうございました。